ビルキナウは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、ベルクシュトラ戦軍に属す自治体。この町は、日時計の里というニックネームを持つ。この町は、ハイデルベルクの北約 25km、マンハイムの北東、約 20km のオーデンバルト内に位置する。連邦道 B38 号線に面し、ベシュニッツ川が町内を貫いて流れる。ビルキナウは、北は、 メルレンバッハ、東はアップトシュタイナハ、南はゴルクスハイマータール、西はバインハイムとヘムスバッハと境を接する。ベルクシュトラーセに近い位置にあるビルケナウは穏やかな気候でドイツでは珍しく早くからアーモンドの花が咲く。ビルケナウ上ビルケナウは795年にロルシュ修道院の所領としてロルシュ文書に初めて記録されている。 1232年に、ロルシュ修道院の所領は、マインツ大使教領に移された。これに対して、ホルンバッハとバルツェンバッハは、プファルツ選定公領であり、このため宗教改革後には、信仰が異なった。1552年に、町役場が、1771年には、バムボルト・フォン・ウムシュタットの上官が建設された。1964年に、 人口は5000人を超えた。1967年に保養地に、1979年には空気の正常な保養地に指定された。この称号は、盛んな観光業によるが、新たな施設申請は行われていない。1995年にビルケナウは、創立1200年祭を祝った。ビルケナウの町役場ビルケナウの町役場は37、奇跡からなる。ズガラ。 赤字に根まで描かれた金の白樺とその上に銀のカスガイ。この紋章の衣装の一部は16世紀の印象や標石にまで遡ることができるが、その意味は不明である。特にカスガイの意味については議論がなされている。1926年7月22日の文書で、ヘッセン州内務省はこの町に、前述の紋章の使用権を認可した。ビルケナのシュノレンバッハには、 滑走ゲレンデとスキーリフトを持つブインタースポーツ、ジョーがある。夏にはグラススキーを楽しむことができる。このゲレンデには照明施設も整備されている。ビルケナウはラインネッカ交通連盟のサービス提供地域に一致している。ビルケナウ駅はバインハイムフィルト間を結ぶベシュニッツタール鉄道の駅である。この駅では1時間ごと 平日の乗降客が多い時間帯には30分ごとにドイツ鉄道のレギオナルバーンが発着する。また、連邦道 B38 号線が、ビルケナウ町内を通っている。1999年のザウコプフトンネルの開通で、この道路は基本的には町の郊外を通るようになった。QB38 号線は修道 L3408 号線となった。 ビルケナウ周辺には多くの自然保護地域があり、かなりの数の遊歩道が整備されている。この遊歩道では、ノロジカ、様々な鳥、ノウサギなど土着の動物を見ることができる。時には、キツネの巣穴を見つけることもある。TSV ビルケナウはハンドボールチームで全国的に有名である。男子ハンドボールチームはハンドボールブンデルリーが一部でプレーしており、 1974年にはフィールドハンドボールのドイツチャンピオンになった。ありがとうございます。